戦艦三笠戦艦三笠統合、平八郎道像三笠公園は、神奈川県横須賀市にある都市公園である。横須賀信仰に面しており、大日本帝国海軍の戦艦、三笠が保存、公開されている。三笠公園は、日本の都市公園百選、日本の歴史公園百選に選ばれており、テーマは、水と光と園内には、流れる。 せせらぎの音が耳をくすぐる、安らかなひとときがある。園内には音楽噴水があり、1日6回音楽に合わせて、大小様々な噴水が上がるショーが1回約15分で行われ、夜にはライトアップもされる。その他芝生広場や合法な壁線、高さ18メートルのモニュメント、東郷平八郎連合艦隊司令長官の銅像などがある。 大和型戦艦の砲弾も付近に展示されているほか、大日本帝国海軍を忍ぶ形で、石碑も混流されている。観光ツアーのコースの一つとなっている。2009年放映開始のテレビドラマ、坂の上の雲に戦艦、三笠が登場し、撮影ロケ地となった。公園内には、1980年に横須賀市が設置した災害時に備えた飲み水のタンクがあり、 外観を国鉄 D51 形状機機関車に似せて作ってある。これは海岸に近く工事場地下にタンクを設置できず、また公園内に無水なタンクをそのまま設置したくなかったということから蒸気機関車に似せてあるものである。市民1万人についた日3リットルの水を3日間程度供給できるように100トンの水を常時蓄えている。 全商刀など一部の部品は本物を入手して使用している。また、プロレスの野外工業の会場として使用されるケースもあり、全日本プロレスが1975年の第2次サマーアクションシリーズの横須賀大会を三笠公園で開催している。近年では西口プロレスが工業を行っている。横須賀市は運営を外部に委託する指定管理者制度を導入している。 2017年度時点では、横須賀三笠、西部パートナーズが公演を運営している。岸壁には、戦艦、三笠が記念館として保存されている。なお、三笠の艦首は皇居へ向けられており、さらにそのまま直線上にロシアへ向けられている。これは、保存時に三笠が日本海軍の象徴とされていたことと、日露戦争からいつまでも、 ロシアの方を除いていることから。そのため、第二次世界大戦終戦直後に、ソビエト連邦からミカサ解体の声が上がったが、交渉等により解体は回避された。1949年にミカサとその周辺を、遊園地、ミカサ園とされ、その中核の施設として環状に、ミカサ水族館が建てられたが、その後、ダンスホールなども作られた。復元運動により、 1959年に三笠園は閉鎖され、関連施設も撤去された。市民団体の手で、後進局軍艦の日が1996年に、建立された。神奈川県横須賀市三笠公園、記念館三笠。片面に、旋律、反対側に歌詞が記されている。戦律は、都庁で、寄付されている。公園自体の開園時間は8時から21時と、 なっている。記念館三笠については、で、年中無休である。また、公園内にある三笠桟橋からは、三島への都線が発着している。ありがとうございます。